ジャンヌ・ド・ブルボン・バーンは、バンド・ーム・ハクジャン8世とイザベルとボーボーの娘。バロア朝フランスのブルボン家冒険の人物であるが、ブルボン朝を起こした、アンリ4世は、弟バンド・ーム・ハク、フランソワの彦であり、また、ジャンヌ自身は、バロア朝最後の王たちの母校、カトリーヌ・ド・メディシスの母方の祖母である。1487年、当時のブルボン活着流の当主であったブルボン皇者2世と、 最初の結婚をした。ジャン2世はすでに60歳を過ぎており、ジャンヌとは3度目の結婚であった。ジャンヌとの間に設けた一難ともども、ジャン2世は翌1488年に死去した。3度の結婚にもかかわらず、ジャン2世は死守を得なかったため、ブルボン公はその弟シャルル2世とピエール2世が相次いで継承した。1495年、ジャンヌは、 オーベルニュハクジャン三世と二度目の結婚をした。二人の間には二女が生まれた。1501年にオーベルニュハクと死別した後、ジャンヌはラガルド男爵フランソワドラポーズと三度目の結婚をした。二人の間に成長した子供はいない。ありがとうございます。